11.1J1 第35節神戸2-0岩田のエスタ。ビッセル神戸は1日、J1 第35節でジュビロ岩田に2対0で勝利して暫定首位に浮上した。岩田は残留圏との勝ち点4差を縮められなかった。写真、信じられない可愛さ、土台が違う、人気アイドルの無加工ショットにサッカーファンも注目。神戸は前半13分。 FW 大迫優也のクロスを DF 堺豪徳がジャンピングボレーで合わせる。GK 川島栄二に弾かれたボールはクロスバーに当たるも、そのまま川島の手に収まった。続く同33分にはペナルティエリア内で抜け出した MF 井出口洋介がゴールを狙うも、川島にセーブされる。こぼれ球を MF 木原隆博と MF 武藤義則が立て続けにシュートしたが、 岩田守備陣のブロックに阻まれた。すると前半38分、神戸にアクシデントが発生。MF 広瀬陸人がファウルを受けた際に右脇腹のあたりを痛めたようで続行不可能となり、MF 佐々木大輝との交代を余儀なくされた。それでも攻め込む神戸は同アディショナルタイム、堺のクロスを FW 宮城大成が頭で合わせたが、これも川島に防がれた。スコアレスで折り返した後半。 神戸に待望のゴールが生まれた開始2分タッチラインサイで MF ジョルディ・クルークスに対して3人がかりでプレスをかけ出口がパスカットカウンターから大迫が前線でボールをキープすると最後は宮代がループシュートを決めた宮代はこれが今季10点目で高校3年時に川崎フロンターレとプロ契約を結んでから初のシーズン2桁ゴールを達成したさらに後半8分 神戸は大見原が蹴った右 CK を DF 山川哲史がフリーで合わせて追加点。2点差にリードを広げた。この得点後、岩田は FW 渡辺亮と MF 山田博樹を投入し、FW ジャーメイン亮にボールを集めながら打開を図った。しかし岩田はなかなか決定機を作れず、時間が経過する。 J1 初出場の DF 川崎和樹がロングスローを投げ入れてゴールに迫る場面もあったが、最後までゴールは生まれずタイムアップ。神戸は2連覇を目指して残り3試合、岩田は残留を目指して残り4試合を戦う。